はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。大橋ピアノ、また来ましたよ大橋。今回のはですね、外装全塗装です。ピアノ .com ではですね、今年の初めぐらいに、塗装職人が次々と事情があって退職をしまして、その後どうしようかと、えらいことになったなということで、社員みんなで塗装をもう一回、技術をね、もう一回覚え直して、やり始めたわけです。そしてある、大橋ピアノの外装がもう本当にピキピキに割れて、ひどいピアノ、これをね、実際、みんなでやってみようということで、結構時間かけて全塗装にチャレンジしたんですね。全塗装ね。で、外装の全部、これは加臭塗りというもので非常に大変だったので、全部外装を剥がして、そして、吹き付け塗装で、その、塗装はプロに頼みました。もちろんうちもプロではあるんですが、さらにもう塗装専門の関西にあるダイヤ塗装さんってあるんですね。お父さんの代からのずっとね、お付き合いで、お父さんも元気で頑張ってますが、息子さんが今メインで、問い回ってるんですね。その彼に来ていただいて、古い付き合いなんですが、全塗装の、吹き付けをやってもらったんですね。それも社員をずっと見ながら、一緒に、手伝いながら、仕上げたという、ものすごい時間とお金、そして思いを込めて作った大橋、これをね、出しました。もちろん全塗装してるので、いつものピアノの、この大橋ピアノの値段より少し高いですが、それでも実際に全塗装でかかった金額そのまま上乗せしてませんから、そういう意味ではめっちゃ安いと思います。お得だと思いますね。この本当にね、ダイヤ塗装さんっていう会社すごいですわ。本当にすごいです。これ見てください。これ綺麗ですよ。これ昔のピアノって外装全部向くとね、もう綺麗な木目出るんですよ。これ、この木目、これ見てください。これ綺麗でしょう。でね、艶消しのね、大橋という、これはね、ここ残してますがね、蓋の上もこれ、この木目見てください。これ綺麗でしょう。でこういうね、艶消しの大橋っていうのはやっぱり全塗装したものしかないので、通常は艶のある緑っぽい色のね、ものですので、これは本当にそういう意味では持ってて希少価値のあるというか、めったに大橋のこういう色のものってなかなかないですからね。そういう意味でも人が持ってないものを持ちたい方っていうのは最高に、私みたいな人ですかね、いいとです。この上のところ、綺麗でしょう。もう完全に外装はもう仕上がってますね。大橋の場合ここにこういうのについてますが、で、大橋ピアノ132型です。これ両方についてますね。こっちにもついてますね。はい、トーンエスケープ手動式ですね。中はこんな感じで、このピアノは2本ペダルなんですよ。ペダル2本なんです。だから大橋波多岩さんという初期モデルです。大橋ピアノを作った、ディアパソンの基礎を作った大橋波多岩さんが自ら手掛けた時代の、職人が5、6人しかいませんでしたが、当然大橋波多岩さんもこのピアノに手をかけてます。その希少なピアノが、こういう全塗装で蘇ったということですよね。初期型のものを探している方いらっしゃいますので、そういう方はこれも狙い目だと思いますよ。で、ペダルが2本で弱音装置がついてないから、つけてほしいって言われたら手動式のやつここにね、つけます。そしてそれに内藤音つけてくれ言われたら10万ほどかかりますが、内藤音も取り付けしますから、そういう意味でもさらにグレードアップすることもできます。また黒炭ね、黒炭、ここの部分を黒炭にしてほしい言われてもできますからね、黒鍵をね、いろんなことができるピアノ屋 .com ですから、何でもご要望はおっしゃってください。それでは音を聞いてもらいたいと思います。本当に思いを込めて、いつもの私の大好きな曲ですね。定番の曲ですが、聞いてください。Thank you.
深みのあるあったかい上品な何とも言えない、音色ですね。優しい音ですね。まあ、鋭い派手な音ではないです。あったかい音がするピアノですね。まあ、この巡り合いというこれアンドレ・ギャニオの曲ですが、まあ、ぴったりですね、こういう曲にね。まあクラシックなんかでもクラシックでも十分楽しんでいただけるものですし、ね、ジャズみたいなこういう響きでも綺麗と思います。値段はね、ちょっと前塗装してるので高くなってしまってますが、まあ、まあ値打ちあると思いますけどね。大橋の前塗装済みのこの初期型の大橋畑岩時代の初期型の大橋探してる方はね、ぜひおっしゃってください。本当に思いのこもったうちのピアノ .com の職人の思いのこもった、ピアノになります。ぜひお問い合わせください。それではさよなら。